解説は KC ニューストラックマンの野坂正彦さんですでは10頭ですねパドック状態面についてお話を伺っていきます1番のエターナルボンドです、えー、どうでしょう そうですね、えーまあ、こちらへ、まあ、高知から移籍して参戦消化しましたけども、うんまあ、一戦ごとにです、ね、このままなりにですね活気は増してきてるのかなといった感じなんですけども、はい、まあ全体のムードとすればまだ仕上がり途上なのかなといった印象ですよねここ三3回使ったことで、まあ、どこまで変わり目を見せるかといった感じだと思いますね一、はい、番エターナルボンドは5 1 7キロで今日マイナス3キロです。 画面上右上では先ほど形状範を買ったボートロイ号ですねこちらの表彰式の様子をご覧いただいていますそしてパドックは2番のウィン・フェーデですどううでしょう、はいまあ、こちらはですね、えー、まあ前走が採点入選、えー、愛知からの採点入選だったんですけども まあ、初戦からです、ねまあ、結構、あのー、活気の良さというのがパドックで見て取れましたけどもね、まあ、ここを叩いたことによって、まあ、少なからず、あのー、上積みは見込めそうな、まあ、局面かなと思いますからね、まあ、もう少し前さばきスムーズになってくればなおいいかなとは思うんですけども、まあ、活気の良さ、まあ、そのあたたりに着目したいですね 2>,、はい、2番のウィン・フェイで4 7 1キロで今日マイナス5キロです。3番ですヤマニンエステルですすエ、えー、エスステテルル この後ご覧いただきますがどうでしょう。はい、まあ490キロ台の大型馬なんですけどもね、えー、なかなかあの足取りはスムーズですし、まあ非常に落ち着いたパドック。